5月16日渋谷。今日の動画は僕が昔から大好きな桃色クローバー Z のイベントに参加してきた時の様子を Vlog でお届けしたいと思います。どうも浅妻トルです。よろしくお願いします。今向かっているのは渋谷駅の地下に巨大なポスターが、展示されていたので、それを見に行ってきました。それがこちら。今年ももクロはですね、結成15周年を迎えまして、それのコンセプトノールール MCZ を全力でデカデカと宣言しておりました。可愛いですね、こちらね。 Z ポーズを決めております。ピースも決めております。ここにはあと2種類ポスターが掲載されていました。まずはこちら。茶番も続ければ王道、ももクロが続けてきた茶番も気づけばいつの間にか王道になっている、そういう素晴らしいポスターでございました。でこちらは今回の15周年のキービジュアル、新曲の一期一会の衣装でございますね。美しいですね。こちらも Z ポーズ。さてここからは渋谷駅を飛び出して渋谷周辺40カ所にあるポスター巡りをしてきました。15周年の記念ポスターも探す旅をしたいと思うんですけど、40箇所なんかあるらしくて、それを渋谷のマップを見ながら探してるんですけど、特にこう思ったことがあって、方根地なんですよ。サイト上に載っかってる地図を見ても全くわからないっていうね。あっ、めっちゃいい天気。いや、マジこれ40箇所絶対無理だな。時間が多分3時間ぐらいしか回れないから、3時間で40箇所って無理な気がする。このペースだと。ここら辺はどっか入ったところなんですよね。こっちかな。どこだ。え、こんなところにあんの。地図上だとナンバーワンがここら辺なんですけど、全くないので2に行きたいと思います。ナンバー2の場所に移動したいと思います。マジ物の不さんがねめちゃくちゃいるんだけど、みんなどこか探してるんだよ。だから本当一番はないのかもしれない。だから今回のこのキャンペーンは2番から始まります。僕の中のキャンペーンは2番からです。はい、というわけで2番の場所にやってきました。そしてありました、これだ。ありましたね。じゃあちょっと見てみますか。こちら現地では有線でバックナンバーさんの音源が大音量で流れているため、ナレーションでお届けしたいと思います。2番の場所では今回のキービジュアルのポスターが貼られていました。それでは3番へレッツゴー。はい、というわけで今移動中でございますけど、次3番なんですけど、3番行っちゃうとめちゃくちゃ効率悪いんで、結構ちょっと離れるんでね、順序関係なく次は7番を目指していきたいと思います。7番が割と2番のところからちょっと歩いたぐらいのところなんで、探していきたいと思います。こっちをねまっすぐ行ってもうすぐ出ると思うんだよね。にしてもめちゃくちゃ暑い今日の渋谷は。あとめちゃくちゃカラフルな集団がいる。今日は僕はチケット持ってないので本当にこれだけなんですよね。7番を目指していたら5番と6番に遭遇しました。ちょっと見てみます。6番はおそらく今回のキービジュアル、5番は過去のライブのポスターがあったりとかしてますね。見てみるか。わ、懐かしい。氣志團万博と滋賀の、稲妻ロックフェスを1日ではしごした年ですね。懐かしいな。これアウェーなフェスほど大好物。このユニフォーム的になんだっけ。あ、書いてある。ロックインジャパンか。はぁ、あはフェスのね、ロックインジャパンに過去出た時だ。で、これもフェス。これはジャパンフェスか。ジャパンジャムだ。ジャパンジャム書いてあるな。これもフェスだ。フェス集めてんのかな、これ。これもロックインジャパンとジャパンジャムだね。フェス関係が多いな。これが5番かな。5番でございました。あった7番、これが7番だ。学年会事務所 OK。 あー、イベントのやつかな。変顔も懐かしい。このレミちゃんの変顔を見て、あ、おもろいグループだなって思ったことがあります。
これが7番でございました。次は3番かな。3番行きたいと思います。動画撮りながらブツブツ喋ってたら話しかけられて、当時のおじちゃんかな、ももクロこんな感じでたくさんポスター今貼ってあるのって聞かれたんで全部説明しました。15周年だということと、今日明日でライブがあってそういうのキャンペーンみたいな形でポスター貼られてるんだよってことを説明しました。動画撮ってたらね、声をかけていただきました。はい、見つけました。3番と4番。これ3番がまた、昔の過去の思い出のポスターだったんで懐かしいな。この新幹線、ももクロ新幹線、大阪間から新横だったっけな、名古屋から新横だったような気もするけど覚えてない。選挙カー、ああこれあれか、Z 伝説の時に選挙カーのプロモーションですね。確か渋谷とか秋葉原とか回った気がします。ももクロスカイツリーカラーは、これはまあ結構今でもたまによくやる。これは春の一大事っていうももクロが春にやってるライブですね。今年は広島かなに行きまして、これが3番でした。じゃあ続いて行きます。はい、これが8番でございます。見た感じフェスとか同じポスターあったけど、これ57番、鶴瓶師匠とのね番組、加山雄三さんから若大賞もらったり、ドリフとね武道館でライブやったり、ドリフとモリフかなっていう番組をニコニコ生放送でやってたんですけど、騎士団の皆さんとのコラボ、キッスとのコラボで、やっぱり何より国立のライブですよ。これ見に来ましたからね、まあ、思い出深いライブでございます。そういうヒストリーが描かれております。じゃあ次のスポット行きましょうか。ちょっと近くで肉眼では一度ね拝んでおこうかなと思います。9番です。大晦日の桃色紅白歌合戦の時と、ベンちゃん結婚おめでとうってそういうポスターですね。はい、これが10番、舞台より明るいサイレン。いやー明日のライブが楽しみだ。ももクロのライブの特徴としてはカラフルなねライブ会場という、アリーナとかスタジアムがこのカラフルな景色でいっぱいになるのが非常に気持ちよく綺麗な光景でございます。10番でした。11番、これはももクロが一番最初期に渋谷で路上ライブをやってた頃の写真ですね。この流れエモいな。路上ライブ、 NHKホールの前のところの広場のところでライブをよくやってて、でそこからワゴン車1台で全国を暗記して、山田電機の、ね、中とか外とかでライブやってた頃からの国立ライブを決めたと。この歴史の最初期と、まあ、ももクロの中盤の歴史を振り返る、そんなポスターです。12、13、14のスポットに来ました。フィフスディメンションのアルバムのジャケット、極楽門からこんにちはの登場、サマーダイブ、西武ドーム、初めての西武ドームの時のライブの時の衣装、初めての水着かって言われてちょっと騒ぎになったやつですね。めちゃめちゃ子供っぽい水着でした。ゴウンと労働参加、アーリンロボで、ドラゴンボールのジャケット、セーラームーン、セーラームーン、ちびまる子ちゃん、クレヨンしんちゃんで、この並びでまさかの波江、ちいちゃんがいない。はい、これが15箇所目、アジスタ、日産スタジアム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 。この5億円赤字ってのは、こだわったのかミスなのか、真相は闇。ちなみに全部言ってる、怖え。でこっちがドリフ、春の一大事の時の鮭のグッズ、これ売れ残り上等で、結局なんか関ジャニ∞のファンの皆さんがめっちゃ買うっていう謎の現象が起きました。で声援が歌よりでかい。あ、明日、今日と明日のねライブがね声出し解禁のライブなんで楽しみですね。冬のスキー場、苗場だっけな、冬のクリスマスライブ、これ僕チケット持ってたんですけど、お仕事が被ってしまってチケット持ってたけど行けなかったライブですね。でもライブビューイングは見ました。ライブ中に泳ぎ出す、これはあれかな、2020年の夏の、配信ライブかな、
リアルイベントができなかった頃に毎年、配信ライブをやってたんですけど、それの一シーンですね。で骨折しても、これは静岡県でやった夏の東尋祭のライブですね。レンちゃんが骨折して、で下はアーリンかな、アーリンが足を骨折した時ですね。下の時なんだっけな、これ下のライブが思い出せない。西武ドームか、いや違うな、西武ドームの時もなんか骨折してた気がする。アーリン何回も骨折してるんでね、がこのスポットでした。17番かな。この中だとまだ触れてないのはこれかな、生配信で生ビール、ももクロが初めて生ビールを飲んだ時かな、24時間配信の時かな、西武園遊園地のバーベキューの時の一シーンだったと思う。この次の日にライブがあったのかな、でそれは見に行った。24時間生配信やってて、でその最後の締めで西武園遊園地の波のプールの場所でライブやってました。それ見に行きました、ね、はい。これが番号わかんないですけど、これはまあ今回のキービジュアルですね。じゃあ次、このエリアめっちゃすごい、めちゃくちゃある。ここもそうだし、これもそうだ。じゃあここはまあ今回のキービジュアルとして、次こっち、メッセージが書かれてますね。いつまでも私たちは私たち、いつまでも僕たちは僕たち、モノノフはモノノフ。うわ、一番最初だ。はい、ここはなんか長くポスター掲載されてるんで、横移動で紹介したいと思います。どんどんどんと写真撮ってるんでしてさ、こんな感じで壁一面に、壁一面に貼られてますね、これすげえな、これ。いやもうここら辺になってくるともう番号が分かんないけど、すごいここら辺のエリアめっちゃある。で今回のこのポスター探しの旅、一番ありがたいのは同じことしている人がたくさんいるってことですね。で大体みんなカラフルな T シャツとかパーカー着てるんで、一発で場所分かるっていうのはありがたい。じゃあ次あそこだ。あ、見てる見てる。ここのエリアだけ現地で全く何も喋っていないため、アフレコでお届けしたいと思います。こちらは24番セブンイレブンの横にあったポスターですね。でこちらが駐車場横の23番、今回のキービジュアルのポスターでございます。そしてこちらが22番、これも駐車場横に長々と掲載されておりました。でおそらく編集途中で気づいたんですけど、このエリアで多分ですけど一箇所見逃してるところがあったかもしれません。ぜひね、現地行って確認してみてください。よろしくお願いします。はい、渋谷の宮下パークの方まで大移動してきました。次のスポットはこちら。なぜかなこちゃんがいないんだ。はい、こちら27番、ライブの舞台がプロレスリング。これはあれか、来日かな、あれかな、あのグレートムッターと共演した時の写真かな。確か全員顔面ペイントして、こんな感じで全員顔面ペイントしてのライブだった覚えがあります。これは結構なアウェー現場だった思い出がありますね。それでは次の場所に行ってみましょう。次が28のスポットなんですけど、ここで、充電がなくなりそうです、スマホの。なのでどっかコンビニ入ってモバイルバッテリーを借りて撮影続行したいなと思います。本当はね、今ライブもうそろそろ開場時間なんですけど、そっちの様子もね撮りに行きたかったけど、これ多分間に合わないな。いやー、こんだけ渋谷をがっつり歩いたのって久しぶりだな。なんかこういうのってテンション上がるよね。1日で全部回りたくなってしまうオタクの差がといいますか、スタンプラリーとかね、こういうポスターの回収とかで、ももクロにハマりたての頃ってこういうのって、これかなこちゃんあんじゃん。あ、さっきのスポットでなかったかなこちゃん発見しました。イエイ。
ここにあったんだ、反対側にあったんだな。さっきのポスターがここにあったんですけど、ここにありましたね。反対側にあったんだ、気づかなかった。はい、続きまして30、31、ここですね。この部分、今回のキービジューポスターですね。こっちよ、問題こっちでさ、多分30の方なんだけど、なぜ桃玉井の2人だけなのか。さっきのパターン的に同じような場所にレニちゃんとアーリンがいるんじゃないかと。よし、じゃあまあ大体ね、さっきもちょっと道路を挟んで、こっちが反対側にあるみたいなねことがあったから、あれここは桃玉井だけっぽいな。おそらくここは桃玉井だけのスポットになるんじゃないかと思います。よいしょ、じゃあ続きのスポットに歩いていきましょう。さすがに歩き疲れたよ、もう足が痛くなってきた。こっちはね全員映ってんだけどね、なんでだろうね。よし、じゃあもう一回渋谷の方に戻りましょう。渋谷駅の方に。はい、続いて32箇所目のスポットにやってきました。一回駅戻っちゃってさ、ここにあるの覚えてなくて、気づいてなくて、でもう一回ぐるっと戻ってきました。もう超大変だった。もう若干の坂なんでね、このエリアはすごく大変だと思うので気をつけてください。ここで言ったらなんだろうな、鈴木の初売りですね鈴木の8年一緒に CM やってるので、それのポスターですね。8年か、大晦日とか新年になった時のテレビコマーシャルでよく鈴木の初売りっていう感じでね、よくやってますよね。あとはこっち、これか、これも初かな、マー君の、楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手の登場曲、入場曲をももクロが務めてもう10年になるそうですと。最初はねももクロの既存の曲とかを使ってたんだけど、アメリカニューヨークヤンキースに移籍してからは、ももクロがオリジナルでマークのために書き下ろし、作曲した曲を使っていますと。で、日本戻ってきてからはその当時の曲を使ったりとか、また新しく作ったりとか、いろんな幅広く曲を作って、しかもマー君の登場曲を集めたアルバムとかがね発売されてたり特別感すごすぎ。じゃあ今度こそもう一回駅に戻りたいと思います。はい、続いてのスポットを発見しました。もう何箇所も回ってるからか、この角度だけでね、どこにポスターがあるのかもう分かる人間になってしまいました。そういう体に仕上げられてしまいました。ではここで問題です。次のポスターはこの絵のどこにあるでしょう。チッ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 、正解はデレンデテン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 、富士そばの横にありました。やってまいりました。で、これは初だな、初めてですね。桃色クローバー Z になった瞬間の写真ですね。桃色クローバーという、グループ名で最初は活動していたんですけれども、メンバーの早見あかりさんが抜けて、でその後に流れた映像を見た最初のリアクションの写真ですね、ポスターですね。いい反応だったよね、このマジでって Z？ そりゃそうだよな、 Z だもんな。でこの後、じゃあ君たちは今から桃色クローバー Z ですと言われて、 Z ポーズを膝立ちでするっていうね、で崩れ落ちるっていう、そこまでの一連の流れがあって、まあぜひ春の一大事、眩しさの中に君がいたっていう、タイトルなんですけども、その最高のDVD になっていますので、僕その DVD を見たら必ず泣くので、寝起き5分でそのあかりんが抜ける瞬間の映像を見て泣いたことありますからはい、じゃあ次のスポット行きたいと思います。いや、ここは気づかん、ここは気づかないよ。こっち渋谷ストリームの入り口近くで、これ富士そばの裏側、ここにポスターありました。これは気づかん。
さあ続いてもう終盤に差し掛かってまいりました。こちらが33、34、35、36、37、このエリアで 1,2,3,4,5 箇所のポスターが掲載されております。でここでまあ新しい触れてないポスターはまあなさそうかな。アーリンロボ、プロレス、ナミエかな。それ以外は今回のキービジュアルのポスターが貼られておりました。では次のスポットの塊がおそらく最後になるのではないかと思います。それでは行きましょう。さあ到着しました。こちらが38のポスターでございます。キービジュアルですね。でこれが38で移動してまして、でこちらが39、レニちゃんだな。全部レニちゃんだ。全部レニちゃんまとめ、レニちゃん推しの店なのかもしれない。で39終わって、こちら40、そうね、これが40、本来だったら40で終わりかと思ったら、で公式サイトには40箇所って書いてあったんですよね。40箇所って書いてあったんですけど、ここに41箇所、詳しく書いてあるのは地図には41とは書いてあるんですよ。でもホームページの文章的に見たら40箇所って書いてあったんですけど、これなぜか、なぜ41箇所地図には書いてあったのか、なんとなく分かったので最後エンディングで紹介したいと思います。がしかしこれで40箇所全てのポスターを見に行くことができました。このレニちゃんで最後のポスターでございました。渋谷駅のね、回ってきました。じゃあちょっと場所を変えて最後エンディングを喋ろうと思います。イエイ、すんごい疲れた。というわけでももクロミュージアムポスター40箇所すべて回ってまいりました。ホームページの地図上には41箇所書いてあったんですけど、文章には40箇所って書かれてたと思うんです。で僕が一番最初に悩んでた丸 1箇所目の部分、30分ぐらい結構しっかり探したんですけど何もなかった。あの丸1、あの1ってもしかして地下鉄のあのでっかい一番最初に撮った巨大なこのキービジュアルが並んでるあのポスターだったんじゃないかなと思って、あれを1としたらさっきレニちゃんのあのポスターが41箇所で合わせ全部で41箇所で、このももクロミュージアムのこのポスターが40箇所あったという仮説が立証されるんじゃないかなと思って、おります。だから一番最初の丸1ってあの地下のことだったんだろうな。うん、ってことは全部回れたのかなと、全部お届けできたのかなと思っております。まあ正直1箇所2箇所ぐらいこれ同じポスターかな、これ同じ箇所、どうなんだろうっていうのはまああったんですけど、めっちゃ楽しかったな。こういうイベントごとって久しぶりだったし、40箇所全部回るっていうね、最初はまあ簡単だろうと思ってたんですけど、10箇所20箇所目ぐらいからもう結構足が来てたし、正直途中で半分ぐらいでじゃああとは皆さんどうぞ現地でどうぞっていう風にしようかなと思ったんですけど、やっぱりちょっとね全部見たくなってしまいましたね。ライブ現地の映像は明日ね、僕2日目のチケットを持っているので、2日目明日、その現地の様子は撮ろうかなと思っております。2日間あるうちの1日はこのポスター周り巡りに費やした、オタクの俳優でございました。まず何より15周年おめでとうございます。これからも物の筆いたいと思っております。明日現地でライブ見れるんで、久しぶりの声解禁ライブなんで、思う存分思いっきり声出して盛り上げて楽しんでいこうかなと思っております。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。どのポスターが良かったとかね、そういうのがあったらぜひコメント書いていただけると嬉しいです。というわけで浅妻徹でございました。
明日もいい日になりますように。ファイト。